で、皆さんもう見ましたかね、もう皆さんご覧になりましたかね、このフォード対フェラーリ、素晴らしい映画で、俺たちのワンサーゲインを体現してる、いわゆる俺たちのワンサーゲイン映画っていうジャンルに入ると思うんですけど、監督も、インタビューで公言している通り、実はロッキーにすごい影響を設けてて、映画の本とかいろんな人も映画の関係者とかも言ってますけど、ロッキーは実は映画の真髄で、これを見たことによって影響を受けて明日から頑張ろうみたいな気持ちになるって、そういう映画のジャンルとしては映画として正しいジャンルだみたいなことを言ってて、まさにこれももう一度俺たちの人生をっていうテーマで作られた素晴らしい映画でした。フォード対フェラーリ、よくねタイトルに偽りありじゃないかって、全然フォード対フェラーリじゃないかって言われてますけど、このタイトルでこの2人、主役の2人、この2人に焦点を当ててるからより魅力的になってるんじゃないかと思うんですけども、クリスチャン・ベールとマット・デーモン、クリスチャン・ベールとマット・デーモンは常にこの役作りが完璧っていう、今回もクリスチャン・ベールとマット・デーモン本当に素晴らしい役作りをしてるんですけど、でもクリスチャン・ベールに関してはいつもインタビューで、いろんな映画のインタビューで、僕は本当に演技というのはよくわからないと、演技っていうのは全然わからないもんだけど、今回の映画に関してはすごい役作りがうまくいった気がするって言っていて、本人も自画自賛のお芝居を展開できたんじゃないかというようなことを言ってました。これはル・マン24時間っていうねレースを題材にしてるんですけど、 F1 のモナコグランプリと、ル・マン24時間とあとインディ500、これが世界の三大レースと言われて、今現役のレーサーではフェルナンド・アロンソが今度インディ500に挑戦するのかな、インディ500に挑戦するという表明していて、インディ500っていうのはインディアナポリス500マイルという距離を競うレース、ル・マンは24時間、複数のドライバーで、1台の車で走り切るっていうレースで、F1 は皆さんご存知かと思うんですけども、現役では今フェルナンド・アロンソっていうドライバーがその3大レースの制覇を目指しているということですね。はい、でこの映画なんですけど、ジェームズ・マンゴールド監督、作風はなんか固定された作風っていうよりかは作品によって結構統一されたこれっていう感じは、骨太描写っていうことぐらいなんですけど、ウルヴァリン侍とローガンも本当に同じ監督かっていうぐらい全然違う作風だったりするので、職人的というか職業的というかそういう感じの監督なんですけど、今回のフォード対フェラーリに関しては、ものすごく火の打ちどころがないほどに監督の演出がうまくいってるっていうような気はしますね。始まって1時間ぐらいの時かな、30分だけなっていうシーンがあるんですけど、30分だけだって言って車に乗ってね U ターンしていくシーンがあるんですけど、あそこからテスト走行に行くっていう流れが大事なお涙ポイントでしたね。あそこは素晴らしかった。もちろんラストとかも本当良かったんですけど、ラストのレースの盛り上がるシーンとか、レース映画としてね本当に正しく見せてくれるというか、レース映画としても楽しいんですけど、そこに限らずですね、友情だったり仲間との関係性だったり組織との戦いとか、いかにして戦っていくのかっていう、そういう工夫のそういう映画だったりするんですけど、そういう、レース知らない人でも仲間意識組織というのかちょっと苦手だなっていう人にもすごい親しみやすい脚本で書かれている作品です。本当に素晴らしいでね、ちょっと不満なのが、ちょっとこのパンフレットですね、パンフレットの中に当時の写真とか結構載ってるかなと思ったんですけど、あまり当時の写真とかは載ってなくて、でもパンフレットの内容、中身は、割と読み応えはあるんですけど、当時との比較とかもちょっと載せてもらえたら嬉しかったなと思いました。でですね、実際のキャロル・シェルビーですね、この人はキャロル・シェルビー、マット・デーモンが演じたキャロル・シェルビーさんっていう人は、プライベートでは7回ほど結婚と離婚を繰り返しているそうです。その辺もちょっと描いたら面白かったかなと思うんですけど、ちょっと焦点がブレるのかなと思って、その辺は実に脚色がうまい映画なんでね、その辺はちょっと削ったのかもしれないんですけど、はい。で、あとジョン・バーンサルが出てますね。ジョン・バーンサル、皆さん大好き
ウォーキングデッドのあの人ですよね。ウォーキングデッドで、リックの奥さんを、リックは死んでると思わせて、まあまあ、本人も知らなかったですけど、リックの奥さんを寝取ってたっていう、男の役ですよね。ジョン・バーサル出てました。最近では、ベイビードライバーとか、ウルフ・ウォール・ストリートとか、あと、ボーダーラインとかね、フューリーなんかでもすごいいい役やってました。今度マーベルでバニッシャーもやってますよね。すごいたくさんいろんなのに最近出てるジョン・バーサル、リー・アイア・コッカさんっていう人の役をやってるんですけど、なんだろうな、二枚舌だというわけでもないんですけど、いい具合に立ち振る舞うっていうか、そこのね、ちょうどいい立ち振る舞いというかね、その人の演技に関してちょっと監督の演出してやったり感があって、まあそこを結構注目ポイントだったりしますね。まあ、リー・アイカ・コッカさんっていうのは後にフォードの社長になって、でその後追放された後クライスラーの会長になって、で日本を叩いたって、日本の業界を車業界を叩いたってことで有名な人らしいです。はい、ちなみにさっきも言ったんですけど、組織っていうのが一つ映画のテーマになってて、これ目覚ましテレビでカルベさんが例えてたんですけど、ちょっと踊る大捜査線みたいなところがあるっていうことを言ってて、まあそれはどうかなと思ったんですけど、ちょっとよくよく考えてみると、マット・デーモンが演じるキャロル・シェルビーがフォードの重役に対して委員会では勝てないみたいな、組織という贅肉があると勝てないみたいなことを言ってて、要は走ってるのは俺たちなんだ、現場にいるのは俺たちなんだっていう、あなたたち組織ではないっていうことをちょっとね、踊る大捜査線のあれに例えて言ったのかなっていう気もしますね。まあ、実はなんですけど、まあ、ロッキー的な、俺たちはもう一度できるんだ的な、映画ファンが大好物なテーマでまとめてきたのがこの映画の勝因ではないかなとは思ったりします。あとあれですよね、とてもセットとは思えない、セット撮影とは思えない、 CG 結構使ってんじゃないのと思ったんですけど、割とセット撮影みたいで、セット撮影で醸し出される臨場感とか、まあレース映画としてはもう最高ですよね。まあちょっと2時間20分 2時間半ぐらいあるんで、ちょっと長い映画と思われるかもしれないんですけども、全然その長さを感じさせない素晴らしい映画でした。フォード対フェラーリ、ぜひおすすめです。